県大では在学中に保健師の資格も取得できるため、多様な学びができると思い、この学科に入りました。フィールド学習を通して、地域医療について深く学べるところが魅力的で、県大に入学しました。この学科の特徴は、1年生から校外での学習がたくさんあるところです。座学では得られない気づきや学びがあって、とても刺激的です。病院看護だけでなく、在宅医療などの地域に根ざした看護についても学ぶことができるのが魅力的だと感じています。地域医療の学習では、看護師の役割や保健師の役割など、地域に根ざした看護について学ぶことができました。また、医療の連携についても学ぶことができ、新しい発見がたくさんありました。どの専門職の方々も自分の専門以外の知識を共有し合っておられるところがとても印象的でした。近大の近くにはおしゃれなカフェや飲食店がいっぱいあるので友達とよく出かけています。またサークルなども多くあり、貧血サークルやダンスサークルなどたくさんのサークルに入っています。勉強のサポートをしてくれる先生方も多いので、わからないことを質問しやすいです。私は勇気を出して、いろんな活動に参加をして、向上心を持ち続ける人になりたいです。私は将来、看護師や保健師として、地域の人に貢献できる人になりたいと思っています。